皆さんこんにちは、井上彩の営業転職お悩み解決 TV シーズン2 MC の井口彩子です。この動画ではSaaS業界に転職願望はあるけれどSaaS業界のことについてあまりよく知らない方や転職願望はまだないけどSaaS業界には興味があるという方に向けてSaaS業界のことやSaaS企業のことについて広く深く情報をお届けする番組となっております。河村さん、なんか挙手しました今挙手してくれました。いや、なんかもうちょっとあたふたしましたじゃあ本日こうなりましたね。本日も河村さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、ちょっとアップされてから時間経っちゃったんですけど、はい、あのマーキャリ2周年のかっこいい PR 動画上がってましたね。そうですね、はい、すごいかっこよく撮ってくれたんですけどね、まあ、めっちゃかっこよかったですよ。スポットライト当たった中で ね、はい、ハイチェアに。そうね、ちょっと恥ずかしかった。本当ですか。いや、めっちゃかっこよかったですよ。しかもなんかあの動画に出てきた方々、お一人以外、はい、全員いますよね。でもしれっと私が入ってても、うんうん、あれよかったんじゃないかなみたいな。そうですね、あの日ちょっと誘われてなかったですよね。あ、声かけてたと思うんですけどね。あ、本当ですか。ちょっと事務所で事務所の前で溜まってたんだと思う。強く言ってきますね後で。いやいや、すごいかっこよかったんで今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで井上の営業転職お悩み解決 TV シーズン2スタートです。というわけで前回は企業で使われている SaaS のサービスやツールが本当にたくさんあるということが分かって、はい、マーキャリでは独自の業界ごとに分類しているというところまで解説していただきました。今回はその業界ごとで分類した4つを深掘っていきたいと思います。河村さん、よろしくお願いします。今日はどの分野から、はい、そうですね、前回ちょっと話した、はい、採用 HR こう領域とか、うんうんうん、セールスマーケとか、うん、気になるそれ、はい、インフラバックオフィスとか業界とかとか、うんまあ、いろいろあったと思うんですけども、はい、今回、まあ、前回ちょっと予告したんですが採用 HR 領域の、うん、あの SaaS の話を少ししたいなと思ってます、はい、で本音言うとですね、実はもっともっと細かく分類したいんですよ、はい、もっとすべきなんですよね。なんですけど、まあ、これ以上分けるとちょっとまあ SaaS にこう参入したい方々にとってはわけわかんなくなるかなと。深掘りすぎちゃう。そうそうそうですね。で、まあ、よりハードル上げちゃうだけだと思うんで、まあ、結構大まかにしてます。 なんで逆に知ってる方とかこの業界にいる方からすると正直まあツッコミどころあるんですけど、そこはご愛嬌でお願いできたら、はい、じゃあまずは初心者向けというかまずこう、ね、SaaS 業界を知りたい方向けに解説していただきたいと思います。思っております。このそもそもこの HR テックっていうのはどういうようなものなんですか。はい、まあ、要するにこう HR ヒューマンリソースっていう人材資源に関わるこうテーマ全域なんで、まあ、採用からまあ人の育成とか人材の管理とか人材評価とか、まあ、そういうあの人材に関わる領域全般のこう IT、SaaSというところを指しているというところですね。なるほど、はい、具体的にはどんなサービス例があるんですか。例えばってことですね、うんまあ、例えばあの有名なっていうところでいくと、はい、よく CM でやってるあのこれですね。ビスリーチ、そうですね、これとか。それはSaaSだったんですね、はい、まあ、あれはまあまさにあの採用活動をまあ管理するようなシステム、まあ、ハーモスとかっていうシステムもあったりするんですけれども、あとまあ顔ナビって呼ばれるようなまあ組織のあの人材管理とか人材評価っていうところをこう統合的に行うような、まあ、最近タレントマネジメントシステムとかってよく言うんですけれども、まあ、こういうとこだったりとか、まあ、いわゆる人材に関わるテーマを、持つシステム全般ですね。なるほど、はい、まあ、有名なところがあったりとか、まあ、いろんなツールがあるんですね、はい、ちなみにこの人材の領域だとトレンドだったりとかこう市場の成長性みたいなのはどのような感じですか、うん、はい、そうですね、まあ、これあの今すぐちょっとデータとかあれなんですけど、まあ、市場自体はまあ成長してるっていうのは昔から言われていて、これそもそも今労働人口そのものが今縮小してるじゃないですか。なんで時代背景的に言えば働き手一人一人の生産性を上げるみたいな高めるっていう取り組みをしていかなきゃいけないというところで、はい、総労働時代とかってよく言いますけども、はいはいはい、まあ、業績をまあ維持成長させていかなきゃいけないんで企業としては。で人材って結局その、はい、あの業績を生み出すっていう意味では一番重要なリソースになるんで、まあ、人材のこう生産性を高めたりとか、まあ、人材の採用活動を効率化したり推進したりとたような目的で使われるっていうシステムは、まあ、当然今ニーズとしても非常に拡大しているところになるかなと。
いろいろと解説していただいた、していただいたと思うんですけど、はい、こうなんか人材の労働生産性ってよく言うじゃないですか、うんうん、はいはいはい、なんかこれって結構表現が抽象的だなって思うのと、そうですよね、プラスでなんかそれをどうサースで管理するのかなっていうのが疑問なんですけど、ありがとうございます。これあの厳密に言うと難しいですよね。こう労働生産性って誰々が生産性高くて誰々が低いみたいなところをどうやってこう測るのか、そのシステムでどうやって管理するのみたいなところってすごく難しいテーマで、抽象的なものをこう具体化する、数値化をするとか、あの具体化していくため の, こうあの仕組みを作っていくみたいなところを、まあ挑戦するようなシステムって結構あるんですよ今で。ただこれって必ずしも企業にとって必要ないケースも多いわけですよ、はいはいはい、うん、でこれ IT 市場だとよくナイストゥハブっていうんですけど、はい、要するにナイストゥハブっていうのは日本語で言うとあった方がいいっていう意味ですね。なくてもどうにかなるってことです、はいはいはい、あ、なくてもいいけど、はい、あった方がより良くなるよね、はい、みたいな、そう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 、はい、そういうことです。あ、なるほどなるほど、はい、不可欠じゃないんですよ、うんうん、あると嬉しいんですけど、まあ、採用活動を管理するとか人材生産性を高めるっていうのはなくてもどうにかなるっていう、うん、なるほどですね。じゃあ、まあ、より良くなるためには導入した方がいいけど、はい、みたいなところなんですね。そうなんですよ。だからこそ、うん、HR の製品というか SaaS を扱う営業人材っていうのはやっぱすごく力量が問われるんですよ。このあった方がいいをどうやって企業さんにとって必要と思ってもらうっていうか、企業さんの奥底に眠る潜在的なニーズだったりとか課題っていうのを掘り起こしていきます。なるほど。じゃあ、まあ営業の違いはありますか。そうそうそう、ですね、そういうことなんです。なるほど。なんでこれソリューションセールスってよく言いますけども、いわゆる、まあ、まさにこれソリューションセールスの代表例で、こう課題を掘り起こしながら顧客の意思決定を獲得していくっていうところですね、はい、っていう営業力が求められる分野であると言えるわけです。なるほど、はい、それで言うとこの HR テックに転職することの魅力ってどんなところにあるんですか。 HR っていう採用とか人材に関わるテーマって組織っていうか企業全体にとってすごく戦略的なテーマなんですよね。戦略的ですし投資性が高いテーマなので、経営との接点が多いっていうのはやっぱ一つ魅力としてはありますね。まあ、普段こう自分の社会だけでいたら、はい、こう知り合うことのできなかったりとか、ね、触れることのできない方々とこう接点とか、はい、お話することが多い。そうですね。でかつ、まあ、経営の方々になんかこうネガティブな話をするというよりもどっちかというとこう採用とか人材ってポジティブなテーマなんで、はい、彼らのこう夢とかビジョンとかを結構聞くような機会も多いので、ポジティブな環境で経営と接点が作れるっていうのは、まあ、非常に魅力的な営業活動であったり、ね、キャリアだったりするんじゃないか。確かに自分の目線もこう変わったりとかして、ね、そうですね、そういう方とお話しする中で、はい、でじゃあそこに転職しようと思った時に気をつけるべきポイントとかってありますか。うん、そうですね、これそもそも人ってどうですか、好きですか。好きです。人と接したりとか、はいはい、人ってあの接するの今好きっておっしゃったじゃないですか、はい、でも疲れる時もありますよね。まあそうですね。なんで疲れるかって何かあります。うん、やっぱり、うん、仲のいい人とかだったらあまり疲れないですけど、まだその人がどういう人か分からなかったりとかすると、はいはいはい、どういうふうに接していいか分かんないとか、うん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 、これやったら嫌がられるかなみたいなのを気にしながら接しちゃうとやっぱり疲れちゃうんですよね。まあ、この人材ってあらゆるこうテーマの中でもとにかくね不確定要素が多いんですよ。うん、なるほど。予測ができない。なのでそういうこう曖昧な不確定事象を楽しめるかどうかみたいな。はい、こんな人出会ったことないよみたいな人とももしかしたら、はい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 、マイナスな部分でもプラスな部分でもあるかもしれないということですよね、はい、っていうのとやっぱ営業難易度高いんで、やっぱ一定こうそこにモチベートってい う, こう熱量がやっぱないと、うん、やっぱ活躍しづらいとか成果出しづらいっていう懸念もあるんで、さっき言ってたこう人材という要素を楽しめるかどうかっていうのが大きいですね、はいはい、なるほど。それは今までのこう自分の人生振り返ってみて、うん、こうどんな人とでもこう楽しみながら接することができるなとか、これからいろんな人と、うん、いろんな人のことを見ていきたいなみたいな人は向いてるかもね、うん、っていう感じなんですね、はい、まあ、最後にこうキャリアだったりとか将来性の面っていうのはどうなんですか。うん、
そうですね。ここはでもさっき話してた企業の中でも非常にこう戦略性の高い領域で、こう採用とか生産性に関わるテーマってやっぱりこう市場としても今後期待値が非常に高くてですね、専門性もすごく高いので、こう営業としてのキャリアパスも伸ばしやすいんですよね。はい、でやっぱり今後もこう人口減少だからこそ、こういかに一人一人の生産性を高めていくかであったりとか、優秀な人材を確保するための採用もそうですし、入ってきた後のこう育成とか、こう長く働いてもらうための評価であったり、まあそういうところの枠組みを作っていくっていうのはすごく大事なテーマなんで、ここはこう継続的にこう成長していきますし、ここの知見を持った人材っていうのはやっぱり今後も非常にニーズが高い領域なんじゃないかなと思います、はい、経営者の方ももちろんですし、こう新しい人事として新しい人に触れていくところで、やっぱ自分もこうどんどん成長していきそうですもんね、いろんな人を見て、はい、なるほど。 HR テック業界かなり奥深いですね。いいと思います。いいと思います。はい、僕は結構好きな領域なので、はい、確かに、まあ人の成長とか成功とかモチベーションとか、まあその先ほど言ってた不確定要素、はい、楽しめるかどうかっていうところが結構大きくなってくるんですね。そうですね。はい、最後にこうちょっと一つ気になったことがあるんですけど、はいはい、この先ほどこう採用 HR テックでこう働く際にまあ営業活動あった方がいいけど、まあなくてもいいみたいなところで、こうやっぱちょっと難しい、面白いけど難しいというふうにおっしゃってたと思うんですけど、具体的にそれってどういうところなんですか？そうですね。さっき採用 HR ってナイス to have っていう言い方をしましたけど、こういうナイス to have の製品って、その製品の導入をする、購買をすることそのものが何かの目的をこう達成することに必ずしもつながらないことが多いんですよ。例えば英会話やりたいっていう人に英会話商材を売るとするんですか。で、英会話やりたいって思ってる人なんで、まあ、あとはその人って何を買うかっていう選択じゃないですか。でそこに対する営業って、うちの製品がどれだけいいかって話をするじゃないですか、うん、じゃなくて、例えばお金持ちになりたいっていう人に対して英会話を売るって話をしたら、何をするかっていうと、こう英語っていう手段を通じてどうやってお金持ちのストーリーを作っていくかって話をするじゃないですか、うんうん、はいはいはい、でその人にとってはお金持ちになるのがゴールだって、うんうん、英語って手段なんですよね、うんうん、で同じなんですよ、近いんです、これ立ち位置が。つまりこうそのナイス・トゥ・ハブの製品、まあ、いわゆる採用 HR テックもそうなんですけど、これって企業にとってはゴールはもっと先にあって、その手段として導入しましょうなんですよ。はい、なのでこの将来像をこう企業経営者と一緒にこう同じ目線で考えていくというか、描いていくみたいなのが結構必要で、この難易度がやっぱ高い。なるほど。やりがいがあるけど高い、難易度高いところ、ね、目標を聞いてその本質をちゃんと理解して、はい、長期的に考えて、そうそうそう、自分たちが持っているサービスをこうどうそこにこうマッチさせていけるかってい う, そうなんですよ。こう営業の仕方が、はい、難しいってことです。そうなんです。確かにこう聞いてると難しいですけど、うん、きっとこう経営者の方も話しててパッとこれが目標ですって言ってくれたら分かりやすいかもしれないですけど、はい、こうお話の中でその方の真意を読み解いてっていう風になると、どれが一番伝えたいことなんだろうっていうところもあると思いますし、そうですよね、結構難しい分野でもあるんですね、はい、そうなんです。でどれ入れますかっていうのもそれはそれで難しいじゃないですか。なんかこう他の競合の製品も知らなきゃいけないし、はいはい、どっちかというと知識を結構求められるんで、難しさの性質が違うんですけど、はいはい、聞かれた時に、いやちょっと他のところは分かんないんですけどとか言われたら、それだけでああ何も勉強してないなとか思われちゃうかもしれないしっていう。これはねどっちかというとインフラバック室はそういうのが多いんですよ。結構やっぱりこうインフラバック室はもう導入するのが目的だったりするので、はいはい、どれにしましょうかって話が結構多いんですけど、採用 HR テックはさっき言ったようにナイス・トゥ・ハブが多いんで、ここの難しさがある、ね、なるほど。じゃあ、まあ人と接するのを楽しめる人、また、はい、そうやってこう長期的に見て、うん、そこの営業を楽しめる人っていう、その2つが結構大事になってくるんですね。はい、なるほど、ありがとうございます。
はい、というわけで採用 HR テックについて解説していただきましたが、まあ、結論としては人材系ビジネスに関わってきた方だったりとか、人の成長の可能性などに興味があったり、こうナイストゥーハブの商品商材をこう楽しめる、その営業を楽しめるっていう方が向いている可能性があるってことなんですね。そうですね。いや結構私も話してて、こう本当に理解しながら話すような、こう結構ちょっと深いところの内容が増えてきましたね。ああそうですね、今日結構応用的でしたね。そうですね、確かにこうちゃんとこう算数っていう大きい分野からこう一つの分野にこう絞って話聞けて、結構本当に面白かったです。よかったです、ありがとうございます、はい、皆さんにもね参考になっていたらと思います。というわけで次回は、実際にどんな企業を知っておくべきなのか、どういった点がその企業の魅力なのかなどを解説していただきたいと思います。本日も川村さんありがとうございました。マーキャリネクストキャリアではSaaS転職に役立つノウハウを発信していきます。この動画が良かったよと思った方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。